や、もう、もう1試合も負けられない試合が続くので、とにかくしっかり管理することをこだわって、試合に入りました。河合選手、得点シーンを振り返って、いかがでした？とにかくゴールを目指し、点を取ることだけ考えて、途中から入ったので、入ってよかったです。伊藤選手、危ない場面もありましたが、ボール支配率が高かったと思います。支配率が高くてももっと早い時間に点を取ることが大事だったと思うんで、そこは課題だと思います。河合選手、開幕前の準備にはだいぶ走り込んでいるようですが、実際に試合に臨んでみていかがでしたか？走っていったので、よく体が動いたと思います。マイク入ってるの？試合試合勝って、昇格に向けてやっていきます。はい、1試合1試合のことだけを考えて、練習に取り組みたいと思います。